越後交通株式会社は、新潟県長岡市に本社を置くバス会社である。当社の創業は1914年に鉄道会社として開業した中岸鉄道の開業に遡る。バス事業は1928年の中越自動車開業を機に始まったが、1959年から1966年にかけて現在の東急バス参加に入っていた名残から現在も、 東急バスと同等の銀字に赤いラインの図書区が採用されている。1980年代以降は地方都市の路線を子会社に関する動きが見受けられたが2000年代以降に入ってからは再合併する傾向にあり、現在は魚沼地方に路線網を展開する南越後観光バスのみが当社の有するバス事業者となっている。社門は越後交通発足時の社員公募により、 中越自動車の社員の案が採用され制定されたものである。自動車のハンドルを模した外縁から内縁につながる3本のラインは三者合併による設立を表し、中央の項は鉄道のレールであるとともに、越後交通の頭文字を兼ねている。また、両翼は交通事業における安定感、スピード感と会社の発展を象徴している。この社門はグループ会社にも準用されている。 グループ各社の営業所、車庫は一部を除き、行き先上は車庫とされるケースが多い、土地を車庫長岡駅東口駐車場3条、営業所所属の車両のみ、新潟ナンバー登録、寺泊バスセンターを含め、その他の営業所の車両は長岡ナンバー登録、他に十日町、岡野町、出雲崎、見つけに案内所、車庫を持った。 北越跡観光バスは2017年10月1日付で、越後交通に吸収合併され消滅した。越後交通圏央観光は1998年1月29日に、越後交通から分社化され、越後交通三条営業所が管轄していた、圏央地域の乗り合いバス事業を引き継いだ。ただし、長岡駅中の島今町東三条駅線は、 引き続き、越後交通が運行を担当していた。2008年7月1日付をもって、越後交通に再併合された。同時期に、北長岡営業所が廃止されたことに伴い、再設置された、越後交通の三条営業所に、すべての路線を移管した。バスの位置情報をインターネット上で配信する独自、システム、バスビジョン長岡、バス愛が、 長岡市内を走るすべての路線の車両に導入されている。正式名称は長岡市総合交通案内システムで導入にあたっては長岡市が所有する GPS 装置をバスの各車両に取り付けることで運用されている。運行情報や車両位置についてはバスのドアが閉まったタイミングもしくは自定留所の案内放送が車内で流されるタイミングで リアルタイムに更新している。現金もしくは、回数券での支払いが基本的な決済方法で、この他に、隠し定期券の発行営業所や窓口で行っている。高速バス路線に設置されている IC、カードリーダー高速バス長岡新潟線、直江津、高田新潟線、柏崎新潟線では、現金の他にスイカなどの交通系、IC カード、 新潟県内共通高速バスカードが使用できる。この他に、ゴールド免許土曜、日曜、祝日及び夏季と年末年始の特定日に提示すると50円引きになるサービスを特定路線で実施している。なお、循環バスを除いて、始発停留所で整理券が発見されることはない。現在高速バスは、県外線三路線、県内線三路線を運行している。高速バスは、 一般路線車同様に県内線、県外線の全線で GPS によるバスロケーションシステム、新潟バスアイが導入されている。各路線に格好書きで示すのは、運行車両が所属しかつ、運行業務を担当している営業所の名称。下段は共同運行を行うバス事業者である、京都、大阪線で運用している独自カラーの夜行車両に新潟交通と共同運行。 路線記号は N、新潟交通、首木自動車と共同運行を良いた、分水、寺り、出雲崎周辺エリア、柏崎エリア北部柏崎エリア南部2018年現在は、新潟県中越地方の長岡市、東海、城市、柏崎市、小千谷市、三鶴市、三条市で運行を行っている。なお、中越地方南部の魚沼地域では、南越後、 観光バスが運行を行っている。かつては、越後交通圏を観光や北越後観光バスもあったが、前者は2008年7月1日をもって、後者は2017年に越後交通と合併し消滅している。越後交通は、長岡鉄道時代の車種だった、田中角栄が郵政族議員だった背景もあり、県内の民放各局に出資している。 また会社組織を立ち上げる際には役員の人選等にも影響を与えていた ABCDEF 越後交通株式会社第139期決算広告越後交通の歴史越後交通2019年6月30日閲覧 AB 長岡バス I 越後交通株式会社2018年4月13日閲覧バス1情報配信システム 長岡、バス愛長岡市総合交通案内システム。長岡市。2018年4月13日閲覧。新潟県内バス4社。12月から交通系。IC カード対応。日本経済新聞電子版。https www. 日経 .com。アーティクル。ジャックスムズ3738万 5010V01。 C18A1 リットル2万1000。2018年11月6日。閲覧。上越タウンジャーナル。上越。新潟間高速バスで。スイカなど。交通系。IC カード利用可能22月1日から。上越タウンジャーナル。上越タウンジャーナル。2018年11月6日閲覧。越後交通ゴールド免許割引のお知らせ。越後交通。 2018年12月1日閲覧、ギャラリー参照詳細は、南海バス高速、空港路線車の項を参照。ありがとうございます。